地下の防空壕って確かここから行けたよな。うん、入り口が私がさっき見た風景と同じだよ。黒い服の女の子サチが白い手でめちゃくちゃに引っかくみたいに板を剥がして、あとは真っ暗になってイメージはそこで途切れたけど。入ってみるか。岸沼君、篠崎さんが気になる？うん、ああ、ごめんね、心配して来てくれてありがとう。でももうここまででいいわ、戻ってあげて。いや、あいつは大丈夫だよ。また地震かよ。涅槃が拡大して校舎が張り詰めている。知識のセフィラが起動するのも近いわね。あゆみちゃん、止められる？涅槃の中心にいる意識体はきっと人知の及ばないもの。みんなが思ってるよりもあいつはタフなやつでさ、だから俺はあいつを信じる。じゃあ行きましょう。こちらも気を抜けないよ。今さらだろ、あの幸子よりもやべえって言ってもやるしかねえだろが。ああ、大丈夫？あゆみちゃん。がないと私。あゆみちゃん、私の肩につかまって。あ、何？まるで地下でマグマが活動しているみたい。
ありがとう、愛子さん。だいぶ楽になったわ。一人で歩ける。なんだか、校舎の様子が変ね。どうなってるのかしら。ええ。篠崎あゆみ。ええ。ミスト、どこへ行ったのかしら。早く本を取り戻さない。マガリさん。本をなくしてただの人間に戻ったね。今なら簡単に殺せそう。そう構えないでよ。ほら、ブックオブシャドウズ取り戻してあげたわ。それ。前にも言ったわね。私はこれを取り戻すために派遣されたって。あなたを影から誘導して。だから、私の正義は、あのミストとあまり変わらない。その簡単に人を信じる甘い癖は、いい加減に捨てなさい。そんな。ただね、あいつと違って、もうちょっと見たいのよ、私は。この世に、私を退屈させない存在が、まだ生まれてくるかどうか。これは、ナホさんがいつもつけていた。うん、バレッタ。用務員室に死体があったわ。ちょっと貸して、あゆみちゃん。ナホちゃん、聞こえる？アイコさん。あれは霊具。アイコが言ってたでしょ？ナホちゃんみたいな霊能力の強い人の遺留品には、魂がこもって、話ができる場合があるの。んで、はい。どうせあなたにしか使いこなせないんだから、今は貸しといてあげるわ。もっとも、それがあなたにもたらすのは、幸か不幸か、わからないけれど。この本の生まれた歴史は知っているわよね。ええ、お姉ちゃんが話してくれた。あなたがこれから退治して、その本に封印しなければならないのは、涅槃、すなわち、ブック・オブ・シャドウズのコア。それは、300年前に起きた、集団による迫害殺戮。魔女狩りで惨殺された魔女の魂よ。悪魔とも通じていたと言われる世を呪う力の強さは計り知れない。そんなものとの対峙でしょ？気が狂うだけでは済まないわよ、きっと。けどまあ、あなたが失敗したら涅槃が広がって。頑張って。コアをその中に戻せるよう。祈っててあげる。ああ、そうそう。もう気づいてると思うけど、この空間はすでに天神症じゃない。ブック・オブ・シャドウズの呪いが具現化したものと考えた方がいいわ。何が起こるかわからないから、気をつけて。マガリさん、あなたが敵なのは変わらないんでしょ？なぜ助けてくれるの？バカらしくなったのよ。え？赤い魔術の模様が、校舎の至るところに書いてあるでしょ？あれ、うちの教団の人間が入り込んで、黒魔術を行ってるわ。
幹部の私の命令も受けず。で、みんな何かにやられて死んでた。ぐっちゃぐちゃになってね。高すぎるでしょ。何がムカつくってさ。私をここの調査に行かせておいて、別の調査の連中をよこしてることよ。教祖のババアも焼きが回ったわ。しかも勝手に黒魔術をブーストしてるから、サチもネハンもそれに反応して暴走してる。おかげでこの世の終わりよ。あなたやさやか、ナホちゃんとネチャネチャやってた方がまだ楽しかった。もう見切ろうと思うの、あんなクソバカの集団。私はまだいろいろ事後処理があるから、ここでお別れね。涅槃に会う道は本に聞きなさい。この世界の中心にいるわ。行ってくる。愛子さんはここにいて。岸沼くんたちはいいの？またね。いいの。きっとこれは巻き込んじゃダメなことだわ。一緒にいると、みんな優しいからついてきたがっちゃう。愛子さんはみんなと合流して脱出して。私のことはブックオブシャドウズがあるから大丈夫って。いいえ、私もついていくわ、あゆみちゃん。どうして？これ以上は危ないわ。今聞いたでしょ。姉が私にした初めてのお願いだもの。できなかったなんて言いたくないし。でも何を言われてもついていくわよ、諦めて。じゃあメモを残していくわ。Thank you.
ナオミさん。篠原さん。残留思念。そうだわ、日の絵お姉ちゃんから聞いたことがある。よほど強い恨みか霊能力がなければ基本的に霊は喋れないって。だから無意識にその場に染み込んだ過去を懐かしそうに再生するだけ。篠原さん、そこにいるの？あなたの存在なくなっちゃった。そんなことになるなんて思わなかったの。私何とかするから。死んだらまたみんなに謝りに来るから。あゆみちゃん？何かがついてきてる。レイ？でも嫌な気持ちがしない。行きましょう。篠原さん、篠原さん、いるんでしょ？何か話したいことはある？現世のことはわからないの？そうなんだ。中島さんはあなたのことをいつも思ってるよ。でもこの校舎からは。篠原さん。あゆみちゃん。Thank you.
声が聞こえる。
生きてる人がいるのか。迂闊に近づくと危ないわ。Thank you.
ましょう。なんて匂い。以前この学校へ来た時とかなり違う。そう、思い出すのも嫌だけど。扉だ。通路が終わる。気をつけて。残念だよ、魔女の印だ。全能なる神よ、この者の罪を清めたまえ。主は言われた、枯れた木には隠れられない。天国の父よ、全能なる神よ、不浄なる魂に憐れみよ。主よ、この者を打ち据える一振りの剣をお与えください。ゆかちゃん、今助けに行くよ。何なのここ。わからないが、そこら中にあるのはおそらく中世の拷問器具だ。こんなところにユカがいるのか。くそ、ユカ、返事をしろ。ユカ、ユカちゃん。
丈夫？みんな。なんだよこれ。この匂い、もしかして血？くそ。ここに長くいたら危険だわ。急ごう。はい。Thank you.
どうした？真後ろに何か嫌がった。なんだって？おい、あの扉開いたな。ナオミ、その後サチの視界は見えないか？うん、何も。わかった。ここでは何が起こってもおかしくない。うん、サトシ、気をつけて。なんだろう。おいおい、お前一人で行く気かよ。みんなで行って危険な目に遭うよりはマシだろ。そりゃまあ、そうだけど。いや、俺が先に行って様子を見てくる。サトシ君、何かあったらすぐに戻ってくるんだよ。はい、じゃあ行きます。ここも匂いがすごいな。鎖とか。ゆか！ゆか、俺だ！しっかりしろ！おい！どうした？サトシ君、ゆかちゃんいたの？どうしたんだ？怖い目にあったのか？返事をしろ、ゆか！ゆか…ゆかちゃん！とにかく外へ連れ出そう、サトシ君！はい。ゆか、さ、サトシ、しゃがんでろ。背負えるか？ああ、ゆか、しっかりしろ。おかしいな。ここに入ってきた入り口はこっちで合ってるよな。うん、そうだと思うけど。どう見ても壁。見て、あれ。嘘！この格子、
動いてるわ。いけない、このままだと閉じ込められるわ。みんな逃げて。おい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 、なんだよそれ。行くぞ。ここで足を止めたら閉じ込められるってこと？閉じ込められるどころかぺしゃんこに潰されるわね。あっちに光が見える、行こう。ああ、サトシ、廊下が閉じてくる。とりあえずこの部屋に入ろう。巻いたらみんな潰されていたもの。まさかこのまま壁が迫ってきてとかねえよな。なんだろうこれ。サトシ、今のとこ照らしてくれ。え？少し戻って、そこだ。横穴があるんだろ。ああ、あそこから出るしかなさそうだな。でもどうやってあんな高いところに。背伸びしても届かないよ。大丈夫か？何か見えてきた。本当か？何が見える？背中。サトシの背中。サトシ、ユカちゃんが。なんだって？サトシ！重い。何者なんだ君は。篠崎サチ。バニシングツインね。双子として生まれるはずが、片方の子が死んでしまって、もう片方の子に臓器が吸収されることがある。お母さんのお腹の中で幸子に食われて消滅したけど、私の体は歯だけ残ってた。妹の心臓の横に残っていたの。なのに手術で取り出された。あの子だけ無事に生まれてずるいって思ってたわ。私だって外の世界に行きたい。そのままじゃいけないから、私は探したけど、みんなすぐ死んじゃうから。でもこの子すごい。サチが入っても壊れない。なんていいな、この体で。
決めてしまう。サトシ君。先生。それは。受け取ってください。もユカも無事だ。よかった。なんだ。ユカ。ユカ。ダメ。岸沼君、ユカちゃんの体を押さえて。わかった。
くそ、何なんだよあいつは。ナミ、ナミ、お前その目。いいの、サトシが助かるなら。それにこんな気持ち悪い目なんていらないもの。ナミ、すまない。見せてみて。運がいいわ、角膜に傷はついてない。よかった。白目が切れただけだから失明しないで済むかも。目を押さえていなさい。おい見ろ、出口が降りてきてるぞ。ゆかは俺が背負ってくれ。サトシ、お前は中島に肩貸してやれ。ナミ、辛いだろうけど、大丈夫。何も悪くないこの子たちが、どうしてここまで傷つかなきゃいけないの。あいつ立ってるぞ。くそ、どうすればいいんだ。サチ、これを見なさい。なんだあれ。篠崎が持ってたサチの肌。先生、やっぱすごい。先生、サチ、あなたは生まれない。この世に生まれることはないの。かわいそうだけど、それが運命よ。お母さんのお腹の中に戻りなさい。生まれ変わってまたおいで。先生、どうなったの。サチを私の体内に閉じ込めたわ。母親と勘違いして入ったみたい。さあ行きましょう。篠崎さんと愛ちゃんの元へ戻らなきゃ。